ジェームズ・ヤングはイギリス海軍の士官である。フランス革命戦争とナポレオン戦争に従軍し、最終的に白色中将にまで昇進した。ヤングは1762年に海軍士官の子として生まれた。父と腹違いの兄の後を追って海軍に入り、フランス革命戦争の初期、ジョン・ジャービスと西インド諸島で任務についていた時に、指揮官に昇進した。 最初に指揮したのは河川であったが、同時に74門艦も指揮しており、その後直任艦長となってフリゲート艦の指揮を任された。巡航中に死略船の打歩に成功して他の艦に転属となり、1799年の後半にはスペインのフリゲート艦を追跡してそのうちの一隻を打歩した。このフリゲート艦はスペインの植民地から高価な貨物を積んでおり、 そのダホに関与した艦長たちは、かなりの富を手にし、上院たちもいつもの給料に比較すると、巨額の金を手にした。その後フランス革命戦争が終わるまでは、フリゲート艦を指揮して、この艦をアミアンの和約定決時に退役させた。その後ナポレオン戦争の勃発とともにすぐ第一戦に戻り、1807年までは74門艦の指揮を取って、 1807年のコペンハーゲンの戦いに参戦した。ナポレオン戦争の終わり頃には、召喚となり、1830年にはさらに昇進して、白色中将となり、その3年後に死去した。ジョン・ジャービス・ジェームズ・ヤングは1762年、海軍軍人の家族に生まれた。父・ジェームズは、海軍士官で後に中将に昇進し、 母ソフィアは、ジェームズの二度目の妻だった父と最初の妻、エリザベス・ボルトンの子供である腹違いの兄、ウィリアムも、海軍での任務に従事して、赤色中上にまで登り詰めた。ジェームズ・ヤングも、父と兄の後を追って海軍に入り、入隊後数年経った1794年に、ジョン・ジャービスから指揮官を任された。フランス革命戦争が始まって間もない頃だった。その前に、 ヤングは西インド諸島でジャービスと任務についており、イギリスへ戻る途中のリプライザルの感情で河川コメットの指揮を命じられた。ヤングは1795年6月から短期間、少々に昇進したクリストファー・メイソンの公認としてゼラスの指揮を取った。その後ヤングは地中海へ向かい、コメットの指揮を再開して1795年10月5日に 直人艦長となった。1796年、ヤングは32門カングレーハウンドを指揮して、北海を航行し、その後英仏海峡に向かって、複数の試略船と交戦して見事に勝利を収め、12月17日午前4時に、バルフルール岬沖でアバンチュールを、12月18日午前7時に、ビーチヘッド沖でタルターネをそれぞれ打破した。アバンチュールは、ブリーク船で、 16台の4ポンド砲を搭載し、乗員が62に似た。指揮官はシティザン・ペルティエだった。この船はカレーを出てから2日目で、初めての航海であり、まだ捕獲した船はなかった。タルターヌモブリーク船で16台の4ポンド砲を積んで乗員が62に似た。こちらはディエップから出港していた。この試略船もまだ何も捕獲していなかった。 ダホ報告によると、ヤングは18モンスループ艦のプローバーのチェシャー艦長に参事を送っている。プローバーは、ヤングの死略戦追跡を見ていて、タルターヌの退路を巧みに断ち切ったのである。ヤングは1797年3月まで、グレーハウンドの指揮を取った後、32モン艦ユニコーンの指揮官となった。1799年10月16日の、 エタリオンとテティスの交戦、トマス・ホイットコンブ作ユニコーンの次には、1799年2月に38門艦、エタリオンを指揮した。1799年10月16日午前3時、エタリオンは会場に3つのほかを認めた。風下へ回ったところ、それは2隻の敵のフリゲート艦と、ウィリアム・ピエールポイント艦長の指揮の下、 それを追跡している38門艦のナイアットだった。ヤングも追跡に加わり、その翌朝、追跡側のイギリス艦に新たに、ヘンリー・ディグビー艦長のアルクメンも加わり、また追跡中に、ジョンゴア艦長のトリトンもやってきて、トリトンは4席目として後方から追跡に加わった。ピエールポイントは、シンガリにヤングのエタリオンを残して、一番前にいた艦に、交戦するよう信号を送り、 午前7時に、スペイン艦と分かったフリゲート艦2隻を引き離した。エタリオンは、後ろの方のフリゲート艦を追いかけた。双方とも戦備と監首砲から砲撃し、接近した後に、片原射撃を行い、スペイン艦は降伏した。この艦は36門艦テキスであることが分かった。12ポンド及び6ポンド砲を何台か搭載しており、乗員が250人いた。指揮艦は、 4フアンメン動作で、ベラクルスからスペインに戻る途中で、141万1526ドル相当の価値の貨物とココアを積んでいた。エタリオンの方は、追跡中に死傷者は出なかったが、テティスでは一人が戦死し、9人が負傷していた。一方で、ナイアッドは、アルクメント、トリトンと共にもう一隻の敵艦を探し出して、捕獲した。 この館はサンタブリガーダでやはり高価な品物を積み込んでいた。各館長は賞金として4730ポンド18シリングを得た。他方により支払われた額があまりに大きかったため、ポーツマスをうろつき回っていた各館の乗員たちはこう言われた。彼らは帽子に紙幣を何枚も突っ込み、時計を買ってそれを飛ばして遊び、 黄金のレースを帽子に飾らない奴は尻を蹴られるという法律を作る。そのため銀の飾りをつけた奴は金目のものはすべて盗まれたと言って逃げることしかできない。でもそいつは商人には金をやるから黄金のレースをつけろと強要するそれぞれの間の水夫たちが得た金額は182ポンド4シリング9ペンスでこれは彼らの10年分の給料と同額だった。 1807年のコペンハーゲンの開戦1800年6月、ヤングは36門艦のピクを任され、フランス革命戦争が終わるまで地中海で指揮を取った。1801年6月5日、ヤングは、オノレ・ジョゼフ・アントワーヌ・アントム指揮下のフランスの大規模な護送船団が陸軍兵を乗せてエジプトへ向かっているのに出くわした。この艦隊はしばらくピクを追いかけたが、 捕獲することはできなかった。追跡を逃れたヤングは、その後フランスの動きを報告するため、ジョージ・エルフィンストーン提督の下に向かった。ヤングは、その後、戦争が終わって、ピクを退役させるために、イギリスに向かい、1802年7月2日に帰国した。ナポレオン戦争勃発後は、1807年4月になってから第一戦に戻って、74門館バリアントの、 指揮を委ねられた。ヤングは、1807年のコペンハーゲンの戦いに、ウィリアム・エシントン少将の艦隊と共に出向き、7月7日にコペンハーゲン沖に着いた。1814年、ヤングは少将に昇進し、1830年には、中将となった。その後白色中将となり、1833年3月8日に、 グロスターシャーのバートンエンドハウスにおいて67歳で死去した。ヤングは1802年、ジブラルタルに駐留していた時に、公平隊のファイアーズ大佐の娘と結婚した。この妻は、ビューティー・オブ・ザ・ロックとして知られ、二人には多くの子供が生まれた。会は5091ポンド7シリング3ペンス、純士官は2463ポンド10シリング9ペンス、 貸し間は791ポンド17シリング、水符や開閉は182ポンド42シリング9、ペンスである。ありがとうございます。